そう LINE で見かけてたりして、そう絶対動いた波動の日はそう、そうなの。でもまなかちゃんとそらのちゃんが今日ね、そう1回戦目の時泣いちゃってたっていう、そうそんなそんなと思って、うん、大丈夫だよって思って、あゆの方ができてないからと思ってそう最終日だからすごいプレッシャーあるよね。でもほんと全然絶対よりできてるから大丈夫だよと思いながら、そうそう、あゆより絶対できてるからもうそんな泣かないでと思いました。そうでね、ほんと嬉しい、お疲れ様ですって気持ち、嬉しい。 MV はひろゆこさんが監督で iPhone です。 iPhone で、 iPhone 今の iPhone すごいからさ、そうそうそう、今の iPhone はすごいから、そう、舐めちゃいかんよみんな、今の iPhone 舐めちゃいかん、そう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 、テレ東さんで流れるのかな、わからないけど、どんな感じの、どういう感じかまよわかんないけど、みんな出れるのかな、わかんないそれもわかんないけど、それすらもわかんないけど、でもなんかね、何人かでもこうチーム K でね、そうこうできるのは嬉しいよね。で何人でできるか全く分かんないけど、みんなかな、何人かかな、分かんないけど、でみんなでできたらいいよね。はい、そんな感じです。本当にありがとうございます、お疲れ様です、おめでとうございますおめでとうございますって、おめでとうございます。はい、そしてあとはでも、あでもあのね、生誕祭のね、当選とか落選も発表が、発表決まった、そう出たみたいで、そう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 、皆様土曜日の夜よろしくお願いいたします。まだあるのかな、まだ申し込みどうなんだろう、あったら今外れてしまった方もぜひお待ちしてます。あ、外れたってこといる、まだありますかね、あったらお待ちしてます。もうなかったらオンデマンドさんでぜひ見てください。はい、ちょっとね、そう、どうなんだろう、分かんない、あ一般があるって、じゃ一般でお待ちしております。お待ちしてます。そんな、でもそんな今日はね、あでもそう、カップリングのそうレコーディングをしてきたりとか、そうなんかまた違った感じの、おおってなる感じですね、はい感じですねっていう、はい、なので楽しみにっていうのと、でも今日はアイスをすっごい食べた、6人前、合計6人前食べたそう6人前、パイントを2つ、そう2つ、2つでいいのか、1つ2つ、4種類の味食べました。美味しかったです、美味しかった美味しかったです。そう生誕祭の前にお祝いしましたお祝いしました、はい、もう余裕で
一瞬でなくなっちゃった。えみたいな、あれもうないみたいな感覚です。はい、そう、みんなもぜひ食べてみてください。ちなみに味はチョコレートとチョップドチョコレートとマスカットバスケットみたいな合ってるかなとフルーティーズソルベみたいなやつの4種類です。はい、です、はい、ぜひ食べてみてください。どれも美味しい。え、そうだからか今すっごいおにぎり食べたいそうだからかな、わかんないけど、いやそうすっごい今おにぎり食べたい。なんかおにぎりとかなんかうどんとかなんて言うんだろう、なんか程よくなんかしょっぱいもの、塩味があるものっていうのかな、なんかそういうああいうなんて言うんだろう、ポテチとかの感じ、揚げてるのはいらないの、揚げじゃない塩味のちょっとあるものが欲しくて、そう反動がでもあのね、そう胃もたれみたいなのもしてるから今、そう、あ、そう反動で多分今一気に遅い、今っていうか、そうちょっと2時間ぐらい前から反動できてるから、そう何も口にできん、はい、そうでも寝ればまあ治るんだけどね、だから寝ますでもまだ寝れないけど、寝ますまだ寝れないけど寝ますみたいなはい、そうさっぱりした塩味が欲しい。でもなんならもうなんかなんだろう、うんなんだろう、やっぱおにぎりかうどんがいいやっぱそこだな、わからなくもないだってね、でしょでしょってでしょ、おにぎり美味しいよね。でも今あれ気になってる、あのねローソンとゴディバのコラボのやつがすごく気になってる。絶対買うって思いながら、絶対期間が過ぎる、そうって感じです。はい、今何分か分かる方いますか？すっごい急に時間聞いちゃう。今何分だろう。塩むすびだって、うん、今ね食べたいのは鶏そぼろか梅か鮭あ、14分だった、ありがとう。じゃあもうちょいしたらランキング読みますね。でもあとおにぎりじゃないけど納豆ご飯食べたい納豆ご飯食べたい。あ、でも海鮮丼でもいいよね。海鮮って美味しいよね。あ、今海鮮でもいいかも。うん、ローソン近くやるから買ってくるよだって、それはありがとうはい、郵送で郵送でお願いいたします。納豆美味しいよね。でも苦手な方は苦手だからさ、ね、そうだよね。なんか納豆とさ、納豆ご飯と卵かけご飯って好み分かれる。うんね、生卵苦手な方いらっしゃるし、納豆苦手な方もいらっしゃるから、結構分かりやすいんだろうなって思う。納豆巻きは、納豆巻き好き、納豆ご飯と一緒だよね。
一緒一緒、ちょっと違う、いやちょっと一緒ちょっと一緒っていうか、まあ、普通に一緒美味しいよね。でも焼き鳥とかでもいいかもね。焼き鳥とか美味しいよね。あんま食べないけど焼き鳥あんま食べないけど美味しいよね。あれ、鳥より牛派の人間だから、そうなの、牛選びがちってところです。はい、はい、そんな感じでランキングを読みたいと思います。じゃね、そうだよね、そろそろお時間になりそうなのでランキングを見たいと思います。13位こまちさん、ありがとうございます。12位コラコラさん、ありがとうございます。あ、待って、ランキング変わった、もう一回いきます。13位プニーさん、ありがとうございます。12位翼欲しいさん、ありがとうございます。11位プラハタハさん、ありがとうございます。10位ギャローさん、ありがとうございます。9位ハッピーサピーさん、ありがとうございます。8位ひびきちゃん、ありがとうございます。7位ゆきみつさん、ありがとうございます。6位がくしゃんさん、ありがとうございます。5位かもさん、ありがとうございます。4位ひでさん、ありがとうございます。3位のぶたさん、ありがとうございます。2位ピカルン、ありがとうございます。1位なみさん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。はい、今日で875日でした。またぜひ見てください。ありがとうございました。バイバイ。 Bye.